ゆらりです。アミヤです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、はい、じゃあ今日の企画は2人のおすすめのヘアアレンジ紹介です。イエーイ。はい、じゃあ今から1人ずつ順番におすすめのヘアアレンジを紹介していきたいと思います。ではどうぞ。じゃあまず私のおすすめのヘアアレンジを紹介していきます。はい、私は帽子をかぶってでもできるおすすめのヘアアレンジです。はい、まず簡単に2つに髪の毛を分けます。はい、こうですね。したらまず片っぽをまとめます。はい、簡単にこっちのもう片っぽの部分の、じゃあもう一回2つに分けます。はい、そしたらこういう状態になりますね。でまずこれを外巻きにこういう風にねじっていきます。ある程度のところまでねじり終わったら、ここをゴムで留めちゃうとブワンってなっちゃうんで、絶対手で留めておいてください。したら反対の余ってる髪の毛も同じ方向にこう指でぐるぐるとこっち向きで巻いていきます。すごい。よいしょ。もう簡単に指で、はい、同じ位置です。したら最初はこの2本を外に巻いたんで、そしたら次は内巻きにしていきます。で一回一回グッと上に上げながらこういう風にねじっていきます。はい、でもしこの最後のねじりを最初の2本と同じ方向にねじっちゃったら、最後の時に絶対失敗するので、ねじった方向と反対の方向に巻いてください。はい、でゴムで巻きます。え、めっちゃ可愛い。これが成功したらこういう感じなゆるふわな三つ編み風になります。はい、片方やっていきます。はい、さっきと同じようにこの髪の毛をまたさらに2つに分けます。そしたら外ねじりします。自分の髪の毛長いからまとめるのがすごくすごく難しい。でもゆらいちゃんめっちゃ上手だから多分いっぱいヘアアレンジできそう。はい、そしたら同じ方向に外向きに巻いていきます。よいしょ。はい、ある程度同じところまで来たら内です。内側に一回一回グッと上に上げながらこんな感じに最後止めます。こっちもさっきと同じように2本の巻いた方向と逆の方向に巻いてください。内巻き外巻きは自由でいいんですけど、とりあえず反対の方向に巻いてくれれば。え、可愛いんだけど。できました。こんな感じです。どうですか。ここがボコってなっちゃったりすることがあるんですけど、そしたらピンとかで止めれば大丈夫だと思います。この髪型は甘い系の格好とかスポーティーとかにも合うかな。でキャップとかベレー帽とかにも合うと思います。ありがとう。じゃあ私のヘアアレンジ紹介は以上です。皆さんどうでしたか？参考にしていただければと思います。じゃあみんなも真似してみてください。はい、じゃあありがとう。やる？はい、ではまず最初にハーフツインからこうやって三つ編みにしといて、今からお団子にしていきます。アリアっぽい髪型すごい。あれ、あこうやって三つ編みにしておくとまとまるからやりやすいです。で巻けたらゴムでちょっと止めます。でピンとかでこうやって止めます。こっちはちょっと失敗したけど、こっち頑張ります。こうやってくるくると巻いて、で U ピンとかでこうやって、こっちは失敗したけどこっちが綺麗にできました。イエイ。みんなは多分器用だから私みたいにぐちゃぐちゃにならないけど、やり方は分かったかな。いいね。イエイ。皆さんどうでしたか？ポイントはねじった方向と反対に巻くです。ラフにしたいときはこのところちょこっとずつちょっとこういう風にふんわりとしてる、そう、崩していけばちょっとラフに仕上がるかな。これはハーフお団子なので、ここをくるくる巻いたり外ハネにするのもいいと思います。あと大きくしすぎないことです。みんなもよければ真似してみてください。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。